おう、ハッピーモーニングは JFN 系列で放送されているラジオ番組。略称、愛称はハッピーモーニ。放送時間は平日7時30分10時55分。ネット局によっては一部曜日の未放送や放送時間が差異があるほか途中別番組を内放しているケースがある。2008年9月まで放送されていたオープンセサミと アップローズ、週末の主役たちへの後、番組として2008年10月1日より放送開始。当初は子育てする父親に様々なヒントを届けることを目的としていた。2010年代になって内容を一部転換。ゼユきともをキーワードとしてリスナーと一緒に幸せになるヒントを提案していく内容としている。7時30分9時までは、 情報番組としての体裁があり、ニュースやスポーツを中心として、音楽を交えながら、番組を展開していく。また、口実するように、自社制作番組を放送する地域が多いことから一部、地域のみの放送であり、さらに5分から10分単位で、ニュースや交通情報などを編成するつぼねに合わせて飛び乗り、飛び降りしやすいように細切れな編成となっている。 9時10時55分はより前日のコンセプトを活かしつつトークやメッセージ、音楽を交えて紹介するトークサロン番組となる。多くのネット局はこの時間帯からの放送であることと飛び乗り飛び降り曲も減ることから細切れ編成を維持しつつも多少フレキシブルなコーナー組み立てとなっている。2013年1月1日は当番組の特別版として例年の 歌い始めに代わって、新春特別番組を、ハッピーニューイヤーレッドスネークイモン,ンを13時16時45分に放送。また、2014年1月1日にも、新春特別番組を、ハッピーニューイヤーうまいもんだービーを13時16時45分に放送した。以降も、新春特別番組を、伊カドムネが受け持つことが多い。 2014年6月20日はワールドカップサッカー中継並びにスマイルミッション放送時間繰り下げのため9時20分の放送開始この番組をモチーフとした曲をザラジオカセッツが描きおろしハピモニソングとして紹介されてきたが2015年7月20日正式タイトルがすぐそばにと決まった2016年10月3日より7時55分の ニュース、JFN ラジオショッピング以外の BGM ジングル、フィラー BGM のすべてをオールリニューアルした。特に各時間帯のオープニング、エンディングテーマには、グッバイエープリルのファーストアルバム、ニューフォークロア収録曲、宇宙更新のインストバージョンが使用されている。 2020年4月13日から15日と2020年8月10日から14日、ネット上で開催されるイベント、ニコニコネット超会議2020とのコラボ企画、超 JFN の一環として、超 O、ハッピーモーニングを放送。当日は、ラジオと同時にニコニコ生放送でもスタジオの様子が、生配信される2021年4月24日から5月1日。 ネット上で開催されるイベントニコニコネット超会議2021でもコラボ企画超 JFN の一環として当番組と昼の情報番組デイリーフライヤーとニコラジパークの後継番組として4月1日から新たに開始されたクリエイターズスタジオウィズボカコレの上記3番組を定点カメラで生中継昨年と同様当日は ラジオと同時にニコニコ生放送でもスタジオの様子が生配信される。新型コロナウイルス感染拡大関連過去のパーソナリティレギュラー不在時の代行パーソナリティいずれもウェザーマップ所属の気象予報士。年末年始特別編成や臨時に気象情報を伝える必要がある場合などは同社所属の他の気象予報士が出演することがある。過去に 出演の気象予報士電話での出演となる。過去のレギュラーいずれも、準レギュラーであり、電話およびスタジオ出演となる。過去の、準レギュラー5ミニッツイングリッシュを担当。いずれの放送局も、ミニ番組、シリーズ番組などの編成によっては飛び乗り、飛び降り、開始、終了時間は変動する。また、年末年始、夏休みなどに実施されるリスナー参加企画。 もしもしテレフォンを行う。この期間中には一部のコーナーが休止となる場合がある。ネット実施局ネット局及び放送時間は基本的に前番組であるオープンセサミ及びアプローズ週末の主役たちへのものを引き継いでいるが、これらの番組をネットしていたラジオベリーはこの番組をネットせず自社制作に切り替えたため年月日まで 関東地方では未放送となっていた。JFN 特別加盟局のインター f m 8九7で2021年1月1日よりネットを開始することで関東地方でも放送を開始した。また当該枠が東京を中心とした首都圏で流れるのも初めてである。なお、ラジオベリーも月から木に限って2021年4月より放送を開始した。また、 近畿地方で唯一ネットしていたキッス FM 神戸も2010年9月でネットを打ち切ったため近畿地方も未放送。年末年始に関しては自社制作番組を休止するつぼねがあるためその代替として当番組をネットしたり通常のネット局でも放送時間を拡大することがある以下の情報は2021年7月現在。なお8時8時20分は A ライン相当ネットワークのため、当番組の放送はないが、実質にはインター FM897 と、ラジオベリーの2曲のみ、JFNC からの裏送りで、フィラーフレームを放送している。快適生活ラジオショッピングは、年末年始は休止されるため、その時間帯は原則あたり番組の未放送ブロックが流れる。以下は、微考欄の判例。飛び降り、コメントについて、 ネット状況について、すべて平日の放送で、放送時間の早い順から記載。全局、ラジコ、ラジコ .jp プレミアムで、上司可能。ありがとうございます。